全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、6番エイルライト、すっと前につけます。4番ソーリスイズ、内から追い上げる。3番フォートファースト、後位につけています。3コーナーに差し掛かろうとしています。その後は5番ニヨコユニバース、1番グリーンセンス、2番手に変わります。外を抑えて8番ベジタブルサロン、後ろに2番カホク、最後方は7番ペニーシャーロット。 600m の通過タイムは35秒4。ここから先頭までは3馬身、先頭はニヨコユニバース、後ろに4番ソーリスイズ。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、若干リードはニヨコユニバース。400を切って先頭ニヨコユニバース、その後エイルライト、エイルライト勢いよく追い上げる。先頭はエイルライト、あと200、エイルライト粘っている。グリーンセンス追い込んでくる、逃げる逃げるエイルライト、2番手グリーンセンス差を詰める。グリーンセンス差し切って合輪、勝ったのはグリーンセンス、鞍上は松山晃平騎手。グリーンセンスブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。